いた。私がトライデントを持ち出したせいでパパが。こうなることは分かっていたのに。やっぱり犯人はアリエルだ。ねえ、待って、誰か来るよ。悩む必要はないよ、アリエル。お前は正しいことをしたんだ。アースラだ。多少の犠牲は仕方ないのさ。いなくなった親友を探すためにはね。お前の親友のフランダーは外の世界に放り出されてしまった。外は危険がいっぱいだ。急いで助けに行かないと。かわいそうなフランダーは。やめて。私はトライデントをよこせなんて言ってないよ。少し借りるだけでいいのさ。ちょっと私に貸すだけでお前はフランダーを守れるんだよ。わかってる。だけどトライデントはアトランティカを守る宝なの。もう少し考えさせて。私は構わないけどね。この顔。お前がもたもたしてる間にフランダーに危険が迫るってことを忘れるんじゃないよ。決心ができたら私のところまで持っておいで。どうしよう。怪しいと思うな、俺。怪しいよね。あなたたち聞いてたの？聞いてた。へえ、ごめん。さっきの話だけど、僕も怪しいと思うよ。あのアースラっていかにも悪だけ見捨てますって顔つきだものだね。まあ私と同じ考えね、受ける。だけど行方不明になったフランダーの手がかりはどこにもなくって、頼れる相手はアースラしかいないの。俺たちじゃダメかな。一緒にアースラに会いに行こう。何かあっても一人で行くより安心だろ。本当、本当なの？うん。行こうぜ。あ、友達を助けたいって気持ちは俺も同じだからさ。真実への気が切った。おやおや、随分と、大勢じゃないか。でもここに来たってことはトライデントを渡す気になったね。そうよ、でも渡す前に証拠を見せて。あなたはトライデントを渡せばフランダーを守れるって言ったわ。その証拠を見せて。お安いご用さ、ほら。あ、アリエル。やっぱり悪だくみしてました。受ける。さあ、トライデントをおよこし、そうすればフランダーを返してやるよ。リーチ専用部メモリーズが強いんでしょうか。ファイナルミックスめっちゃ強いけど、このアースラ。ははは、ついに手に入れたよ。これで私は海の女王だ。アースラ、フランダーを返して。いいとも、私は気前がいいんだ。そうそう、ついでだ。お前は外の世界に行きたがっていたね。だったら連れて行ってやろう。ただし、お前たちが行くのは囚われ者の世界だけどね。海と底に属する全てのものはみんなこの城にひれ伏すのだ。そりゃ、押し込んで押し込む。そりゃ、炎よ。やらしい賢い子だね。押し込んで押し込む。いい感じ。炎よ、癒しよ。仕込んでおしまい。いい気になるんじゃないよ。また手が出てきます。はい。あ、来た来た来た。
大丈夫。技使わない方が楽だわ。アースラ愛してるぜ。ごめんなさいアリエル、僕アースラに騙されて捕まって。いいの、フランダーが無事ならそれでいいの。あとはこのトライデントを返せばみんな元通りになる。パパも元気になってくれるわ。でも大騒ぎになってるよな。アリエルが持ち出したってバレたら、パパとセバスチャンに叱られてしまうわね。おーい、アリエルどこにいるんですか？お願いですから返事をしてください。セバスチャンだわ。こんなところまで探しに来てくれたのね。見つかったら叱られちゃうね。あ、いいこと考えた。トライデントアースラに盗まれたってことにしちゃえば。で、アリエルが一人で取り返したんだ。それなら叱られなくて済むよ。まあ、私と同じ考えで受ける。でもやめておくわ。今度の事件で私はたくさん間違ったことをしてしまったわ。もちろん叱られるのは嫌よ。でも気づいたの、嘘をつくのはもっと嫌。そうだね、アリエルと気合うわ。俺受ける。フランダーを助けたくてトライデントを持ち出したのは間違ったことだったわ。でも助けたいって気持ちは本当だった。もし誰かのせいにしたら、そんな大切な気持ちまで嘘になってしまう気がするの。だから本当のことを話すわ。そうともそら嘘をつくのは良くないことだ。受ける。冗談で冗談。ああ、なんで俺が叱られるんだ。受ける。